久保さん、PayPay ペペ祭りで買ったやつ、ソファー届きましたね。4年越しのソファーでございます。ずっとパソコンデスク、パソコンチェアしかなかったんでね、ソファーを買いました。これめっちゃ良かったですね。動画撮ってるんですけども。めちゃくちゃ良かった。まあ、今回ね、あの久保さんの動画見終わったら、なんかニュースが出てきて、そのニュースが、あのタイトルが、年収1000万超えでも爆睡っていうね、スクープみたいなね。 まあこれちょっとパクろうかなと思うんですけど <laughs>、何かっていうと、議員が、あの、年収1400万もらってるけれども、爆睡してるぞ、みたいな。仕事全然してねえじゃねえか、みたいなね <laughs>。爆睡してる、みたいなね。っていう、なんか、FNN のプライムオンラインなんですけど、あの、まあ、ぶっちゃけ、これ選んだのも僕たちなんでね <laughs>。 誰が選んだんですかって、国民が選んだんでしょ、市民が <laughs>。爆睡する人を選んだっていう、ただそれだけの話ですよね。うん。なんだろうな、なんか、結局、その、うーん、みんな人のせいにしたいんですよね <laughs>。人のせいにした方が楽じゃないですか。税金払ったのに何やってんだ、でも選んだの誰ですかっていう。 もちろん、国民が選んでない議員もいる、議員同士で選んだ議員もいるかもしれないですけど、でもその、その議員を選ぶ議員の、選ぶ議員を選んだのは僕たちだっていうところもあるだろうし <laughs>、うん、人のせいにみんなしたいってことですね。だからその、今を生きる、今を一生懸命生きるだけでいいんじゃないですか。 うん、他,他人が居眠りしようが、議員が居眠りしようが、自分の人生に全く関係ないんで、正直。全く関係ないって言ったら語弊があるかもしれないですけど、まあ、なんだろうな。これ、これに対してああだこうだ言ったところで、自分の人生は変わらないってことですね。うん。でもみんな言いたいわけですよね。あの、こういうのを見るとね。<laughs> うん。だから自分はちゃんとやればいいんじゃないですかね。 自分は真面目にやればいいだけですよ。単純に <laughs> だから人がどうのこうのなく自分がどう生きたいのか自分は稼ぎたくないのか稼ぎたいのか稼いでる奴らを見て指さしたいのか指差す人生を送りたいのか指差す人生が楽しいんだったら <laughs> それやればいいと思うんですよねうん僕はもう自分を生きるんでどうせまあ僕の究極のマインドセットがあって 批判してるやつも死ぬし、批判されたやつも死ぬし、結局全員死ぬってことです。ねどっちにしろみんな死ぬんだから。<laughs> だから、どうせ死ぬ、どうせ死ぬし、まあ、これちょっと夢も希望もない話かもしれないですけど、地球もね、なくなりますからね。このまま行ったら。まあ、火星移住とかありますけど、まあ、普通に資源な、資源食い尽くして、 日本の人口爆発もありますから、まあ普通に考えても、地球が存続できることが出てると思いますけどね。地球も,こうもう終わりますよ、もう。そもそも。地球、地球。あと、あの第三次世界大戦もされるかもしれないし。う,うん。地球、人口爆発とかもありますからね。人口爆発、地球破滅、人口。 人口爆発うんこの100年間で世界人口は4倍に増加してると世界人口の増加は人類の破滅を導くのかうん今702016年時点で74億人っすねうん このデータ出てるしね。うん。そう。2055年に100億人になると何が起きるのか。100億人になったらすごいですね。うん。まあそんな感じでね。あのー、明日生きてることもわかんないし。 今を楽しむ、今をワクワクするような人生が送れるように、日々、邁進する、日々、一生懸命生きるしかないんじゃないですかね。何を考えても、誰を指差しても、結局無になるんで <laughs>、自分、そんな無になる、無になるっていうことは分かりきってる人生を生きる上で、何が大切かっていうと、 自分を楽しく生きるしかなくないですか多分。うん。じゃあ、お金がなくて楽しくいき生きていけるのかっていうと難しいと思いますよ。うん。お金は本当最低限必要なので、まあ、もちろん考え方次第では、幸せに、お金がなくても幸せに楽しくっていうのは、考え方次第では、まあ、無理ではないかもしれないですよ。無理じゃないし、無理じゃない人もいてるだろうけれども、うん。例えば旅行に行った方が、 旅行に行った方が楽しい思い出作れるだろうし、あの、なんか、ワクワクするだろうし、でも、旅行に行かない、旅行するお金がない、で、旅行行かない人生、考えてほしいんですけど、どっちの方が楽しいですかお金がなくて旅行行けませんっていう人生なのか、旅行いっぱい行ける人生なのか、どっちの方が楽しいですかシンプルに、シンプルに。わかりやすく言うと。うん。 なんかご飯もね、お金がないから、これしか、まあじゃあ毎日、まあ、極端ですけど、毎日カップラーメンしか食えません。カップラーメンしか毎日食えません。お金がないんで。極端ですよ。っていう人生と、まあある程度お金があって食べるものも選べるっていうね。だからこの島田俊介さんが前言ってましたけど、なんで勉強すんねんと。なんかお姉ちゃんがね、お姉ちゃんがめっちゃ勉強してて、なんで勉強すんねんと。意味ないやんと。 でもお姉ちゃんがポロって言ったらしいんですけど、あの勉強すると選択が増えるんだよと。で、選択が増えた方がいいでしょっていう。で、島田晋介さんが最後かぶせて、その、1000円あるのか、1万円あるのか、1000円しかなかったら、1000円の中の選択しかないできないと。でも1万円あったら、1万円も払うこともできれば、5000円を買うことができると。1000円ももちろん買うこともできる。選択が増えると。 でも1000円しかなかったら1万円を選択することはできないんですよ。わかりますうん。だから選択あった方がいいよねっていう。シンプルじゃないですか。選択できた方が良くないですか。うん。だからまあ、お金はないよりあった方がいいだろうし。選択を増やす上で。楽しむ、楽しむ選択を増やすってことですね。うん。まあなんか、シンプルに、シンプルでいいんじゃないですかね。<laughs> なんかいろいろ理由つけてみんなやらないだけなんで結局は。 ね久保さん結局のところ結局のところは正当化していろんな人のせいにして理由つけてやらない理由をただ言ってるだけなんで一言で言っちゃうと「いやそんなことはないです」みたいなねああ言えばこう言うでもうこれは論争で終わりなき戦いなんでいくら言ってもねしょうがないんですけどうん自分が楽しく生きるために頑張ればいいんじゃないですかうんだって不幸になるために生きてるんですかっていう 究極は幸せとか楽しく生きたいじゃないですか。てか、それが目、目、人生の、人生の目的を一つにするとするならば、楽しく生きる、ワクワクする。まあ、僕はワクワクっていう言葉が好きなんですけど、ワクワク、なんか、R34 マガジンのキャッチコピーも、つまらない日常を毎日のワクワクへっていうね、これずっと書いてないですけど、つまらない日常を毎日のワクワクへと。 ワクワクできることをしてるかしてないかって、ワクワクするためにお金が必要だったらお金があった方がいいだろうし、お金がなくてもワクワクできることもあるけれども、まあそのワクワクの選択も増えるじゃないですか。旅行行ったらワクワクするし、どんな、どんな景色が見えるんだろうとかね。うん。まあシンプルイズベストでいいんじゃないかなと思いますけどね。いってらっしゃい。